ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイはい、私単独企画です。あの前にも密着で単独企画あったんですけど、こういうスタジオで一人でソファに座ってっていうことは初めてなので、ちょっと緊張してるんですけど、一人でできるもんですです。はい、何の企画かというとですね、私のカバンの中身紹介です。じゃあ早速紹介していきます。どうぞはい、今空から降ってきました。私のカバンです。普段持ち歩いてるこのリュックです。はい、じゃじゃん、結構長いです。このリュックはですね、2年ぐらい前に地元の名古屋の近鉄パッセというファッションビルで買いました。これはおちょぼさんで買いました。なんかよくチロルみたいとかチョコみたいとか言われるんですけど、美味しそうです。はい、じゃあまずこの表チャックから見ていきましょう。くし、くし、通訳、まなか。はい、あで、横ポッケにはスマホと、こちらポッケに鏡とか細いくしとかいろいろです。じゃあ中身見ていきましょう。すいませんね。よし、でれれーん、カバンの中身。はい、まずはですね、ファイルです。このファイルはいつ紙もらってもいいように常にカバンの中に入れてます。で、そして常にカバンに入れてるものは、あとはノートですね。歌の歌詞書くノートとか、何か勉強になることとかあったらこのノートに書いたりだとか、まだ新品なんでちょっとしか使ってないんですけど、まあこんな感じで書いてます。じゃあ続いて、お財布。これ以前の動画でも紹介したそのお財布です。はい、続いて筆箱、こんな感じの四角い四角いやつです。で、学校ではもう一個大きいの一つ持ってて、常に学校では二つ持ってるんですけど、外に出歩くときはちょっと大きいのは邪魔になっちゃうんで、この細いちっちゃいスマートな方だけ持ってます。はい、そしてお水、エビアンです。はい、で、これはお友達からもらった誕生日プレゼントで、中身は充電コードとかコンセントとかです。続いてポーチ、ここからはポーチ類のじゃん、ピンクラテのポーチです。裏にはマスク入ってます。中はボールペンなんですけど、これです。ゲーセンです。で、胃薬、ティピカジェルみたいなジェル、薬セット。私本当に胃もたれよくするので、胃薬は常に持ち歩いてます。大台さん、このポーチ、これは原宿限定のフィラとのコラボポーチ、ピンクラテです。この中にはもう今開けるタイミングなので、簡単に紹介すると、ファンの方からもらったリップとかクリームだとか、ピッチさんからもらったハンドクリームとか、キディさんからもらったチークとかもう本当にめちゃくちゃ入ってるんですよ。はい、です。これ何が入ってるんですか。猫です。猫じゃないですけど、猫です。中身はイヤホンです。イヤホンも常に持ち歩いてます。続いて、じゃん、メイクポーチです。まず最初に、これは最近新しく買いました、お気に入りです。黒がかっこいいです。このブロックチェックとかかっこいいですよね。で、この2つのキーホルダー、ストラップは、ストラップ鹿です。大事なお友達2人から修学旅行のお土産でもらいましたよ。鹿、ピンクちゃんって言います。鹿って言います。はい、メイクポーチの中身はまあざっとこんな感じです。鏡とかシャドウとかリップとかマスカラとかビューラーとかいろいろ入ってます。はい、私のお気に入りはですね、友達からもらったスタンスのファイルと、このメイクポーチプラスストラップとかですかね、お気に入りは。はい、こんな感じでよろしいでしょうか私も常に荷物が多くって、そんな荷物少ない系女子じゃないので、荷物多い系女子です。なのでもう
よくボーンです以上で私のカバンの中身紹介を終わります。私一人でもできます一人でできるもん、はいはい、最後まで見てくれてありがとうございました。はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。